東京都出身、高校3年生、18歳の村井優です。今、グリーンスプリングスっていうところに来てます。学校帰りとか友達とよく来てて、思い出がある場所なので今日来てみました。景色がいいところとかたくさんあって紹介できればいいなって思います。水が流れているところは高1の頃とかよく靴下脱いで入って友達と遊んだりしてました。一番上に着きました。この辺で友達の17歳のお誕生日をこうやって写真撮ってお祝いしたりしましたね。わーすごいです。景色がいいとこに来ました。お見せしますね。来ますよ。じゃーん、そこに富士山も見えます。こっちか。夕方になると日が落ちるときすごくそれも綺麗で、また来たいですね。今とダンススタジオに来ています。私は小さい頃からバレエを習っていて、その後にとダンスを習い始めました。幼い頃からすごく踊ることとかステージに立つっていうことがすごく好きでした。ダンスは習っていたのがガールズダンスとロックダンスで、他にもヒップホップ、あとハウスとか R&B とかシアターとかいろいろ踊ることができます。高校3年生で本格的に受験勉強が始まるってなって、すごく進路に悩んでいて、そんな時に私の母が桜坂のオーディションを勧めてくれて、私は初めて桜坂に出会いました。どんどん調べていくうちに、かっこいいパフォーマンスだったり可愛らしいパフォーマンスだったり、メンバーの方々の仲の良さだったり、すごくたくさんの魅力があるグループなんだなっていうのを知っていて、すごく好きになりました。なので私も応募してみたいなって思って応募することに決めました。今公園に来ています。ようやくお披露目がされることになって、いろいろ思う気持ちとかもあるので少しお話ししたいなって思います。嬉しい気持ちと不安な気持ちの2つがすごく入り混じっている、そんな感情です。嬉しさっていうのは、これからみんなと一緒に同じように活動できるっていうのがすごく嬉しいです。みんなより遅れてしまって焦りとかも悩むこととかもたくさんありました。それでも前を向けたのは、他のメンバーが相談に乗ってくれたりしたので、私も今こうやって前向きな気持ちになれているので、本当にメンバーに感謝の気持ちでいっぱいです。バディーズの皆さんへ、これから活動していく上でたくさんのバディーズの方々にお会いできるのがすごく楽しみです。だからこそ、もうすぐあるおもてなし会ではもう最高のパフォーマンスをお届けできるように一生懸命頑張りたいと思います。